以上で説明を終わります。ご質問のある方は挙手をお願いします。そのまま質疑応答を終え、俺はコンペで優勝。ルンルン気分で会社に戻ると、なんだこの雰囲気。ブラックワールド。ここが今日から俺の職場になる場所か。俺の名は山口。地元の国公立を卒業した超エリートだ。俺は小さい頃から周りよりも上に立ちたいという思いが強かった。僕の夢は一流サラリーマンになることです。小さい頃から一流大学に入り、一流企業に受かり、年収1000万でウハウハ生活を送る。それを夢見ていた。必死に勉強した甲斐もあり、俺は偏差値70を超える超一流のレイナ大学に受かり卒業を果たした。そしてその学歴を認められ、超大手広告代理店の内定をゲット。今に至るというわけだ。本日よりお世話になります、山口と申します。どうぞよろしく。出身はレイナ大学です。自己紹介の時点で出身大学をアピールしておけば、全員俺のことをすごいと思うに違いない。本日よりお世話になります。高一と申します。どうかよろしくお願いいたします。なんだこの情けない見た目の男は。なよなよしてるし、その辺のチェーン店で買ったようなスーツ。やれやれ、かろうじて入社できた男って感じがするな。ま、せいぜい高学歴エリートの俺を生えさせる存在になってくれよ。山口くん、この資料なんだけど。はい、午前中に仕上げます。あ、ありがとう、助かるよ。いやー、高一くんは人当たりがいいからな。取引先も和んでくれて円滑に会議が進んだよ。あ、ありがとうございます。俺と高一は仕事ぶりがどんどん評価され、コンペに参加されることが許された。超大手広告代理店でこのスピード感でコンペ参加、順調に出世街道を進んでるじゃないか。やったぜ。俺は毎日出世のために仕事を頑張った。周りからは次期課長とか異例の出世スピードになるとか言われていた。いい気分だ。しかし、ムカつくのは高一だ。高一くん、あそこで取引先のお茶を汲んだのはファインプレーだったな。いえ、あれだけ長く話されてたんですから、喉が渇いただろうと思って。いや、そういう人を観察する能力っていうのはどこに行っても必要になるもんだ。君はすごい。あ、ありがとうございます。なんでだ、別に営業力もないし仕事が早いわけでもないあいつがどうして俺と同じくらいの評価を受けてるんだ。どうせ大した学歴も持ってねえくせに俺と同様の立場だなんて納得いかねえ。いや、高一くん、君は本当にすごいね。自分の仕事もそつなくこなして、人のことをちゃんと見れる人なんてそうそういないよ。なんでですか。え、なんで高一ばっかり褒めてるんですか。俺の方が仕事は丁寧だしスピードも速いですよね。俺の方が優秀なはずなのに高一と同じ評価っておかしくないですか。え、おいおい、山口くん、何を言い出すんだ。俺はおかしいと思ったからおかしいって言ってるだけです。高学歴エリートの俺がこんな不当な評価を受けていいはずがないですから。いや、学歴どうこうじゃなくてな。うるせえな、いいから俺をもっと評価しろっつってんの。どうせお前も大した大学出てねえんだろ。な、イライラしてつい上司に当たってしまった。まあいい、どうせ俺の方が学歴は上なんだし俺は悪くない。山口さ、ちょっと学歴マウントすごすぎじゃないか。ああ、仕事ができるのは事実なんだがな。ある日、グループ会社のコンペが決まり、俺と高一が抜擢された。よし、このコンペを成功させれば、俺の出世がまた近づく。高一、こんなしょうもない奴に負けてたまるか。俺はそれから一人で黙々と企画を練っていった。どうせ他の奴に相談しても、しょうもない案しか出ないからな。こういう時は一人で考えるに限る。先輩、今回の企画なんですけど、ここをこうしてみたいんですがどうでしょうか。おお、いいんじゃないか。でもこれだとちょっと現実味がないから、このデータを応用して。ああ、なるほど、参考になります。ありがとうございます。頑張れよ。バカ同士でない頭を使って知識を振り絞ってるみたいだ。そうやって烏合の衆でしょうもない案を作っていろ。
できた。完璧だ。ここまで完璧な企画はこの会社史上ないんじゃないだろうか。この案誰かに奪われるわけにはいかんな。はっ、ちょっと部長。あ、なんだ。この部屋監視カメラがないんですけど、どうなってるんですか。何？監視カメラがないと、俺がうっかり企画資料を机に置きっぱなしにした時に誰かに盗まれた時困るじゃないですか。はあ？俺の完璧な企画資料なんですから、誰かに見られるのは避けたいんですよ。この気持ち分かってもらえます？うん。そんなに言うんだったら一度その資料を見せてみろ。ええ、どうぞ。きっとそっとしますよ。うん、うん、どうです、完璧でしょう。確かに面白いが、机上の空論といった感じだな。は？要するに現実味がないんだ。これだけの企画をやろうと思ったら資金もかなり必要だが、この規模感ではこれだけの資金は工面できんだろう。そんな俺の完璧な企画が。そういう意味では光一くんの企画は面白かったな。少ない資金でも抜群のパフォーマンスが期待できるものだった。なんですって？あんな低学歴の企画に俺の企画が負けてるって言うんですか？そうだ、ちょっとは他の人間の意見も聞いておけ、参考になる。バカな、俺の企画は完璧なはず。低学歴のカスどもにダメ出しされる理由なんてないはずだ。あの山口君。あ、なんだ。いや、あの部長から聞いたんだけど、企画が行き詰まってるって。せっかくだから2人で意見交換して、お互いもっといい企画が練れたらなって。黙れ、低学歴のカスと一緒に企画なんて俺のプライドが許さねえ。どっか行け。そうかごめんね。気に入らないやつだ。しかし部長にああ言われた以上、資料を作り直すほかない。必死に作り直すが、誰にも意見を聞いていないので、どこが悪いのかいまいちわからない。そうやって資料を直す日々が続き、コンペもいよいよ前日に迫っていた。まずい、このままじゃコンペが失敗する。ああ、山口くんも残業？明日はコンペだもんね。最後までいい資料にしたいもんね。ああ、お前みたいな凡人と一緒にするな。俺は天才だから最後の手直しとかいらねえんだよ。そうなんだ。あ、僕コーヒー買ってくるけど、山口くんなんかいる？いらねえよ。わかった。ああ、イライラする。そうだ、みんなが光一の資料を指示しているんだったら、あいつの資料を見てやればいいんじゃないか。幸か不幸か、ケチな部長は監視カメラを設置しやがらなかったから、バレるわけじゃない。俺はこっそり光一の資料を見てみた。そこにはネットや本にはないリソースが誰が見てもわかるようにまとめられていた。これは低学歴でも確かにわかりやすく作られている。しまった、俺は高学歴だから賢いやつじゃないとわからない資料なんだな。きっとそうだ。この資料破棄して内容を俺の資料に取り入れてやる。ざまあ見ろ光一。ん？何してるの山口くん。いや、なんでもねえよ。そうか、僕はもう資料作り終えたから帰るけど、山口くんは？ああ、俺も帰るよ。光一、明日のコンペ頑張ろうな。うん。バカな男だ。明日俺の資料を見て驚くがいい。コンペ当日、俺は自信満々に資料の説明をしていた。しかし光一の姿はない。どうしてこんなことに。おい光一、どうした？今日はコンペだろ。部長、それが昨日なぜか資料がどこかに行ってしまって、それで昨日から帰らず作り直してたんですが、間に合わなくて。なんだと？安心しろ光一、すぐに犯人を突き止めてやる。え？以上で説明を終わります。ご質問のある方は挙手をお願いします。そのまま質疑応答を終え、俺はコンペで優勝、ルンルン気分で会社に戻ると、なんだこの雰囲気。山口、お前やっちゃならないことをやったな。
は？何の話ですか？光一が作ったコンペの資料、お前破棄しただろ。え、何の話ですか？そんなの知りませんよ。とぼけるな！防犯カメラにしっかり映ってるんだよ、お前の所業がな。防犯カメラ？そんな設置してなかったんじゃ。お前が設置しろってうるさかったから、最新型の小型カメラを設置してもらったんだ。気づかなかったんだな。そんな。山口くん、こんなことするなんて。黙れ。そもそもお前ら低学歴が俺を評価するっていうのが間違いなんだよ。俺はこの会社の誰よりも学歴がいいんだから、お前らが俺に合わせるべきなんだ。言いたいことはそれだけか。人の資料を破棄し、奪っただけでなく反省の色もないようなら、会社から出て行ってもらうしかないな。はあ？それってクビってことですか？当然だろう。会社ってのはチームワークが第一だ。チームで仕事ができないようなやつにいてもらっちゃ困るんだよ。ちょっと待ってください、部長。気安く部長などと呼ぶな。もうお前はうちの社員じゃない。そんな。弁解の余地なく俺は会社をクビになった。俺が発表し優勝したコンペは光一が引き継ぎ企画を進めているらしい。せっかく高学歴になったのにニートになってしまった。どうしてこんなことに。日本は学歴社会じゃなかったのか。悔しい。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。